このタイミングでこの対決が実現してしまったか。どっちも強そうですね。手加減しない。ラウンド1、注目のファーストラウンド、何が起きる。どっちも強そう。痛そう。今度お音をジャストで受け止めた。これがきっかけとなるか。さあ、なんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。なるべく壁際からは逃げたいところ。打撃はパリ。さあ、パリも見せながらプレッシャーをかけながら飛びは通さない。カウンターが入る。いいのが入りましたね。今逃げてプレッシャーをかけつつも体力差はある。画面端に追い詰めた。ここが大事。攻守を変える。ジャスト動いた。綺麗に決まりましたね。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。掴んできた。ナイス。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。こっからこっから。両者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況、火力は出る。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。どうなるんですかね、ここから。前に出る。あまりにも危険な地上戦が続く。 SA にゲージを回す。使っていくか。今完璧。倒しきりの SA。 状況判断バッチリ。ここでフィニッシュ。おー、しっかり倒しきりましたね。随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。因縁浅からぬ両者がついに相まみえる。なんかワクワクします。楽しめそうじゃん。さあ開幕、両者はどう動くか。かっこいいとこ見たいです。ラインを押し戻して画面中央へ。恥は嫌だという気持ちが両者に見受けられる。なるべく壁は背負いたくない。プレイヤー1、ここでドライブゲージが突きかけているが、左足からリーチのある技でしっかりダメージを与えている。技を振れば当たる距離、危険な場合に入っていく。さあ試合は中盤、お互い体力はほぼ同じ。ここで SA、 火力を上げる。どうなる。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。ここでバーンアウト。いやー頑張れ。慎重ですね。プレイヤー1、ドライブできない苦しい時間。パリアナを先に通すのはどちらだ。これどっちが勝つの。 KO。綺麗に決まりましたね。さあ今の月戦いかがでしたか。どっちも強くて見応えがありました。いきなり仕掛けた。どちらかが仕掛けていくのか。どうなっていくのか気になります。投げ。さあここから天才か。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。この感じは。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。いいよいいよ。揺さぶりをかける。プレイヤー1、バーンアウトしている。これは厳しいか。バーンアウトになっている今、ドライブゲージを消費するあらゆる行動ができなくなってしまうため立ち回りが難しくなる。技と技が交錯する。いいのが入りましたね。今ゲージを使ってきた。KO。 決めてった。ナイス。見事勝利を収めた。さあこの試合、誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。よろしくお願いします。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。ビシバシやり合ってるところが見たいです。投げ。さあ試合の序盤、どう崩していくか。ここからどう攻めるんですかね。大足が伸びてくる。うまい。投げ、うまく踏み込んでいく。大足からさあ立ち合いの距離、ドット単位の見切りができるか。プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。
さあドライブゲージに差がある状況。このままゲージを削り切る選択肢も見えてきたか。ドライブゲージは様々な戦略に影響を及ぼす。効率的なゲージ運用が重要なテクニックとなる。プレイヤー1 KO まで決着ですね。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。そうなんですよね。次が始まります。ここで高い風波弾、SA 選択。おっと、ここでアムネジア、よく見ていた。相手を壁やられにしてチャンスを作っていく。これはカウンターになった。壁に追い詰めた。チャンスになる。この感じはバーンとしている。頑張れ。分身が襲いか。ここで SA 発動しているが、何これ、すごい派手でいいですね。飛んでいる。逆転への長いアムネジア、勝負の一撃だったが届かず。これはまずい。画面端、試合は大きくバーンとしている。なんかこっちが緊張する。このとここで投げに行く。動くに天才。ドライブゲージが尽きた。今が攻め時か。おっと、 SA を発動している。なんかもうすごいことになってるよ。下はガード、下段通らず。ここが正念場だ。どうして必要ですね。どっちも負けないで。一気にヤバい状況になった。起死回生のドライブとなるか。ここでバーンアウト。危ない危ない。でもまだいける。移動に使う。この投げは通らない。プレイヤー2、ドライブなしで気合でしのげるか。先に触れる。ポット、ここでここでフィニッシュ。決まった。ダメだ。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。いやどっち。プライドと愛情が試される一戦、負けられない戦いが始まる。お互いに頑張ってほしいですね。さあ開幕、両者はどう動くか。気合い入ってますね。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。ここからどう攻めるんですかね。飛び輪落として、すごい。打つか、すかすか、踏み込むか。地上の駆け引きの場合。いやどうだどうだ、どういうことこれ。このパリーが反撃の帽子となるか。うまくラインを押し返した。互いの呼吸を読んでいるか。お、どうなるんでしょうか。飛びは通さない。ドライブゲージがなくなった。ヒヤヒヤします。慎重ですね。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ここはうまく、このスーパーアーツはどうだ。出た SA 技、バーンアウトしている。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。再発動から、さあ逃げ場はなくなった。さあ壁に押し付けてスタンに持ち込んだ形。ヒヤヒヤします。壁を背負わせているだけでリターンが高い。積み重なるダメージが重い。このまま押し切るんでしょうか。 KO! ナイスナイス、かっこいい。お互いの気持ちが伝わるような試合でした。どうでしたか。2人ともマジ天才。とってもいい試合でした。いくよ。チャージしている。このラウンドは勝負となるか。いけいけ。空波ストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。序盤の主導権はどちらが握るか。どちらが先に仕掛けるんですかね。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、再発動から、意識の外でチャージ成功。2人ともやる気満々だ。さあ画面端、攻めは続く。継続している。このまま押し切るんでしょうか。この飛びはガードが間に合う。横札から展開を作る。画面中央に戻ってきたよ。バーンとしている。なんかこっちが緊張する。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。ドライブして逆転できるか。バクステしている。フィニッシュ。名勝負。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。なんかここまですごく一進一退できてるんで、
にどうなるか本当に予想できないです。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。もうどっちにも勝ってほしい。ここまで来たら入れ替えて、これまでの鬱憤を晴らす時、中央まで戻ってきた。ここはどう出る。ここは再発勝負。ここでバーンアウト。